回大会出て、あの一番の収穫って、あ、まだまだ俺やれるんだなっていう、結構自分のことをこう厳しく見るタイプなんで、まあ、5月22日の、時ってなんかこうあんまりこう、もちろん勝ってすごい嬉しかったですし、頑張りたい気持ちもありつつも、なんかこう自分の思い描いてるフィジークじゃないというか、弱気の部分もあったんで、今回その本当に自分が納得いく、今やれることで多分一番全てがこう詰まったステージングができて、こう写真とか動画とか見返す限りだと、すごいこう自信になった。こんにちは、江戸丸加藤です。ついに来ました、8月29日東京プロ。いや、今回5月22日を含めて約半年の減量だったんで、あの今日でね、まあそういった大会ムードが終わるっていうのが、まあ嬉しい反面でもちょっと寂しいかな。うん、なんかやっぱりこう規則正しい生活だったりとか、なんかこう自分にストイックになれてね、なんか辛い反面やっぱいい部分だったりとか、学べることだったりとか、辛いけど楽しいし、いい経験、まあそれが一旦終わるんでね、あのまあ今日はね、まあ集大成じゃないですけど、この頑張ってきたこの期間っていうのをステージで、パフォーマンスの方に出せたらなと思ってます。200完璧、よっしゃ。決まりのカーフ。何のカーフ？マジやばすぎる。良さそうだ。お腹のコントロールできるのはめっちゃでかいかも。お腹のコントロール。そのちゃんとなんていうの。前回はちょっとやっぱ本当に意識しないと潰れてる状態だったから。そうですね。いや、まあ今回今までで一番いい調整ができたのかなっていうふうに思ってますね。あのまあ、それこそ、まあ、減量も今まで以上にあのこだわってきたところですし、あとその最終調整、まあ、カーブアップ、まあ、塩分水分の調整っていうところはあの失敗できない、一番完璧な状態で持っていかなくちゃいけないっていうのは分かってたんで、今までいろんな大会出てきて、あ、いろんな経験を積んできた中では一番良かったのかなっていうふうに思ってますね。まあ、周りからもそうやって言われましたし。大丈夫。なんかいいよね。やば、嬉しい。やばい。前回は全然いいよ。まあ、あとはもう周りの問題だね。まあそうだよ、ね。もう別にエディがやることはしっかりできてるから。だからね、俺も別にもしこうやって評価されなくて、まあ、結果が出なかったとしても、なんか別に本当に悔いはないし。今回まあ、おまけじゃないけど、うん、おまけっていう言い方は変だけど、うん、でもそれぐらいの気持ちの方がなんかステージも楽しめるし、それが多分よりその、あのパフォーマンスにつながるから。エディのチャレンジャーっていうさ、うん、そのスタンスさ、うん、今まで一回もなかったでしょ。一回もない、一回もない、ね、もう思いっきりフルパワーできるでしょ、うん、チャレンジして、その気持ち大事よ、マジで。今日抜いてきました。え、抜いてきた今、はい、うん、あのサリーに会って、ロボさんバントツに黒いんじゃない？黒い。黒い黒い。してない。今黒は黒です。お疲れ。お疲れ。みんな黒いな。大丈夫か？今黒いな、今日も。今来て黒いな。黒いもん。あんま黒か。これだ。これだ。
2回って2回でも俺今日はもう時計はもう午前9時ぐらいからも撮ったんです。あ、そうです、ね、時計はもうその日に撮ったら、はい、春し、いや、そうですね。俺もそんなめっちゃやってる。だからもう持ってきてない、持ってくるって言ったら売っちゃうから。だから面白いから。あれ良くなかった。いや、だから貼ってない。飲んでるドリンク楽しみ。いや、マジでむずい。もう行ってくるか迷ったんだよ。いや、なんかあるとさ、なんかみんな食ってるとさ、ちょっと影響したいじゃん。難しい。でかすぎる。俺よりでかいから。いやいやいや、やってたの半端ない。なんか多分じゃあ雰囲気で、もうイケメン雰囲気で出るからさ、それを和ませてるやん。俺は多分それ出てないだけやねん。いやあのね、今ちょうど話したの、本当に。バックステージ一番迫力ありますよ。なんでマジで。半端ない。なんかこう、唯一自分はなんかその絞りの部分ではすごい自分は絞れてる方なのかなと思ってたんで、みんな仕上がってきたら怖いなっていう意味ではビクビクしてたし、逆に仕上がらなかったらチャンスあるんだろうなっていう、そんな気持ちでいたんで、やっぱそのサイズ面で言ったら僕よりもでかい人の方がほとんどなんで、まあこのコンディションでこう差を出すしかないし、ポージングとかで差を出すしかなかったんで、こう演出だとかこう見てるときに、いやいい体してるけど俺の方が絞れてると、だから俺の方がチャンスあるんじゃないのかなっていうふうにやっぱこう言い聞かせた部分はありましたよね。ただやっぱりこう大会当日、まあ、みんなの、ね、こうコンディション見たときにやっぱりこうちゃんと仕上げてくるんだなっていう、こうやっぱ思ってた以上にいい仕上がりが来たっていうのは印象ですね。
頑張っていきましょう。フロントポーズ。バックホフロントラインラインナップです。さあ皆さん大きな拍手をお送りください。いきますよ、フロントコーン。佐藤、エディ、湯浅、広川、はい、フロントポーズ。セーディスイッチ、少し離れましょう。岩さんもう少し、はい、フロントポーズ。湯浅、広川スイッチ。以上、東京プロメンツピチークスーパーショー大一郎。
するにしてもちょっとです。分かったけどな。そこはもうね、エディのね、その瞬間のあれに任せると思う。大丈夫。でも終わった。お疲れ。そうだね、そうだね。頑張りました。そこに喜んでる。あばら骨折して本当によく復活したよ。折れてる人とは思えないです。本当だよ、未だ折れてるとは思えない。いや、なんだろうな、なんかこう、まあ、本音で言うとこうちょっと自分に自信がなかった。こう8月29日がこうちょっと弱気な自分がいた中で、こうやっぱりその SNS とかですごいこうエリーさん優勝いけますよ、頑張ってくださいっていういろんなこうメッセージとかそういう言葉がすごい僕にとってこう勇気をくれたというか、こうやって思ってくれてる人がいる以上は自分もそれを信じて頑張るしかないっていうふうにやっぱ思えたので、その言葉が今回の結果につながったと思うし、もちろん今回の結果で僕のファンがこう喜んでるかって言ったら、やっぱそれ以上のね、やっぱり優勝ってところはやっぱみんな皆さんがこう思い描いたところもあると思うので、まあ、その結果には応えられなかったんですけど、でもまあ僕は今回で終わりじゃないですし、僕はここがスタート地点に立ったと僕は思っているので、来年はより一層こう自分のこう強い自分のこう成長したところっていうのをこう皆さんにお見せできるように、ここからまたこう自分のボディメイクに向き合ってこう頑張っていきたいなっていうふうに思ってるので、ちょっとまたいつね大会に出るか決まってないんですけど、出るのはもう間違いないんで、それまで、こう僕を見守っていただけたらなと思ってます。はい、でも本当にね、皆さんの力が、なければ、今こうやって話せてないと思ってるんで本当に感謝しています。はい、これからもみんなにねやっぱかっこいいって言われるようにね、日々努力していきたいと思います。はい、Yo, what you got in that bag? Candy cigarettes and a Playboy mag? Many used to have to work for that. Work for that. Work for that. Wait for me, gotta dial up. Can't call my landline cause it's all tied up. Just bike over then. お疲れでした。いやおめでとうございます。いやみんなそうだったですよ。ヒロさんもお疲れでした。楽しかった。いや楽しかった楽しかった、いやでも久々に悔しかったな。いやでもこれお客さんとして見たら超面白いでしょうね。ごめんなお前カメラマン正面から見たかったね。ね無理やりこうするやめてポテチ。ポテチ食べる。もう一回もう一回食べる。待って、一緒に食べる。一緒に食べる。あれ、きょうちゃん。いや、この流れは食べるでしょ。俺3週間前ですよ、大体。1枚食べても。悪い。いや、やめて。うまっ。じゃあちょっとファンサービスで。ちょっと俺マジでありがとうわからんわ。
ね、トップ5入ってくれないと、あのファーストゴール呼ばれるように頑張ります。呼ばれたらマジエグいっすか。いや本当に、いやでも期待してますよ、頑張ります。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。これからジャパンと多分優勝国かな。なんか一回もないし。オッケー、ありがとうございます。ありがとうございます。俺知ってる？覚えてる？覚えてる？覚えてる？ありがとうございます。